からどうしたんだい、創造師。神様。うわあ、嫌な夢でも見たのかい？はい、ある意味悪夢です。慣れない読書をしたせいじゃないかい？一体どんな話の本を読んだんだ？読んだのは魔法の入門書です。昨日そう言ったじゃないですか。ああ、そうだったね。で、これは？本がどうかしました？これ、グリモアじゃないか。グリモア？何ですかそれ。簡単に言っちゃうと、読むだけで資質に応じた魔法が発現する本。まさに魔導書さ。これ一体どこで手に入れたんだい？酒場で借りたんです。誰かの忘れ物だから読んでみればって。誰かの忘れ物？どうかしたんですか神様。グリモアっていうのはね、ベル君、誰かが一度読んだらそれっきり効力が消えるものなんだよ。いや本当だ、真っ白、中髪真っ白。謝って弁償しないと。無理だ、魔導書が一体いくらすると思ってるんだい。おいくらでしょう。ヘファイストスファミリアの一級品装備と同等、あるいはそれ以上だぞ。シェラさん、どうして一言みたいに言ってるんですか。やっぱりダメですか。すっごく可愛いですけどダメです。え、確かにグリモアだね。読んじまったもんは仕方ない。坊主、気にするのはよしな。でもこんな代物をどうぞ読んでくださいとばかりに置いていくやつが悪いんだ。しかしですね。何か言いたいことでもあるのか。ダンジョン行ってきます。
お前あの時の。やっぱりあの時のガキか。なんだよその目は。あなたこそ何ですか。まあいい。おいガキ、お前あの時のチビとつるんでんだ。ごまかしたって無駄だぜ。あいつとダンジョンに入っていくところを何度も見てるんだからな。人違いですよ。僕がサポーターを頼んでいるのはあなたが追いかけていたパルームの子じゃありません。バカ。でも納得だ。お前みたいに頭がお花畑のやつはあいつにとっていいかもだぜ。それよりもお前、俺に協力しろ。あのチビをはめるんだ。ただとは言わねえよ。報酬は払ってやるし、あれから金を巻き上げたら分け前もくれてやる。お前はいつも装ってあのチビとダンジョンへ潜ればいい。あとは適当に別れてあいつを孤立させろ。その後は俺がやる。リリに何をする気ですか。ああ、うるせえよ。てめえは素直に入ってうなずけばいいんだ。あれはただのサポーターだぜ。大して役に立たねえ能なしだ。いなくなっても代わりなんざいくらでもいる。絞れるだけ絞ってあとは捨てちまえばいい。嫌だ。絶対に嫌だ。チッ、このクソガキが。後で後悔しやがれ。ベル様。リリ、いつからそこに。あの冒険者様と何を話していらしたんですか。なんでもないよ。それよりも行こうね。何か言った。
Thank you.
冒険者に狙われているみたいなんです。少しの間でもかくまってあげられれば。ベル君、君のそのサポーター君は本当に信用に足る人物なのかい？あえて嫌なことを言ってる。今までの君の話を聞く限り、そのサポーター君はどうもきな臭いんだ。考えてみてくれ。君は本当にナイフをなくしたのか？冒険者が言っていた件もそうだ。彼女は君に何かを隠している。君も分かっていたんじゃないか？神様、僕は はないんです。ただそういうことってあるのかなって。ふーん、まあそうだね。少しでも頭の働く冒険者なら人目のつく場所でそんなことはしないと思う。
事件を起こしてギルドのブラックリストに載ったりしたらオラリオで生きにくくなるもの。そうなんですか。ブラックリストに載ったら間違いなく冒険者登録を抹消される。そうなったら魔石やドロップアイテムを買い取ってもらえなくなる。そこから連鎖的にファミリアの脱退、神様に切り捨てられるという事態に発展しかねないの。あ、リリー、おはよう。おはようございます。まさかこんな時間にベル様がいるなんて、リリはリリの目を疑ってしまいました。そうだね、どんな時でもリリは僕よりも早く来てたし。10階層まで行ってみませんか。え、10階層？ベル様の実力なら大丈夫です。でも7階層でもリリの助けがないとまだ危ないし、それに10階層からは。問題ありません。今のベル様には魔法だってあるじゃないですか。そうだけど、ベル様ならやれます。11階層まで降りたことのあるリリが保証しますよ。でも大型級のモンスターはどうするの？それでしたらこの武器をどうぞ。バゼラード。これでしたら探検の最大の欠点であるリーチを補えます。わかった、借りておくよ。でもどうやって帯同しよう。いつもお使いになってるナイフをレッグホルスターにしまわれたらどうですか。うん、そうだね。ベル様、リリの提案を聞いていただいてありがとうございます。リリはベル様のサポーターになれて本当に幸運でした。ええ、本当に。
が十階層。ベル様、ぼーっとしてる余裕はありませんよ。逃げてはいけませんよ、ベル様。そうだよね。オークを倒せないようじゃ、この先のモンスターは一生攻略できない。ベル様、来ます。リリー、下がって。リリー、ここは危ない。一旦旧階層に戻ろう。これってモンスターをおびき寄せるためのチューン。リリー、僕にはまだこんな数の多くに対処できないよ。どこまでも人のいいベル様、ここまで来てまだリリーを疑わないんですか。リリー、何言ってるの。このナイフをいただいてきます。それは神様からもらった。さようなら、檻を見て抜け出してくださいね。待って、リリー、リリー。そしてもう一つは、響く十二時のお告げ。ベル様が悪いんです。あいつにさえ会わなければ。冒険者は嫌いだ。憎くもある。リリにとって冒険者は弱者から搾取する悪人でしかない。ファミリアの一部の行動
法船員からは何かと難癖をつけられて金品を搾取され続けた。冒険者からはただ働きを強要された。だからこの能力を使って冒険者を騙し、自由のためファミリアを抜けるために冒険者相手の賊を続けた。冒険者はみんな同じ。それはベル様だって、ベル様だって。よう、待ってたぜ。このクソパルームが！ないですね。寂しかったな。
かったんだ。リリー、大丈夫？どうやってここまで？いや、あの後、他の冒険者が来たみたいでさ、霧でよく見えなかったんだけど、周りからオークがいなくなっちゃって。それですぐ追ってこれたんだ。間に合ってよかったよ。どうして？リリー、どうしてですか？どうしてリリーを助けたんですか？どうしてベル様はリリーを見捨てないんですか？自分が騙されたことに気がついていないんですか？リリがベル様を驚かそうとしてナイフを持っていったとでも思っているんですか？ベル様って何なんですか？バカなんですか？間抜けなんですか？救いようのないアホなんですか？リリー、落ち着いて。無理です！ベル様は何にも気づいてない！リリは監禁の際にお金をちょろまかしていました！ベル様とリリの分け前は半々ではなく四略です！調子に乗って三七にした時だってありました！アイテムのお使いを頼まれた時も定価の倍以上の料金をふっかけました。盗む食事も湧かない装備品やアイテムのしょぼさに失望したことなんて数えきれません！悪口を言ったことだってあります！これで分かりましたか？リリは悪いやつです！盗っ人です！ベル様に嘘ばかりつく最低のバレフです！
それでもペル様はリリを助けるんですか？うん。どうして？お女の子だから。じゃあ、リリだからだよ。僕、リリだから助けたかったんだ。リリだからいなくなってほしくなかったんだ。なんて見つけられないよ。リリを助けるのに、リリを助けることに理由なんて。リリ、困ってることがあったら相談してよ。僕バカだから、言ってくれないとわからないんだ。ちゃんと助けるから。すみません、エイナさん。プロテクターなくしちゃいました。いいよ、ベル君が無事なら。それでどうするの？サポーターさん、サポーターさん、冒険者を探していませんか？混乱しているんですか？でも今の状況は簡単ですよ。サポーターさんの手を借りたい半人前の冒険者が自分を売り込みに来ているんです。
また僕と一緒にダンジョンに潜ってくれないかな、リリー。はい、ベル様、リリを連れて行ってください。